はディフェンダー CA バンフィエルドの下部組織を経て、2008年7月に、イタリアセリエ C1 の AC チェゼーナに入団。2009年6月、アタランタ BC が、保有権の半分を獲得したが、レンタル移籍で、チェゼーナに残留。セリエ B にて40試合で6ゴールを記録し、チェゼーナの20シーズンぶりのセリエ昇格に貢献した。 翌2010年6月にアタランタが残りの保有権も買い取ったが引き続きチェゼーナに貸し出された。2011年1月にカルチョカターニアにレンタル移籍ディエゴシメオネ監督の下でリーグ戦14試合に出場し1得点を挙げた。2011から12シーズン開幕前にアタランタに復帰すると中盤右サイドのレギュラーに定着。 翌2012から13シーズン前半も、主力として活躍した。2013年1月31日、インテルへ移籍。アタランタには移籍金350万ユーロが支払われ、マルコリバヤの共同保有権が譲渡された。同年2月3日の AC シエナ戦に先発し、移籍後初出場を記録したが、低調なパフォーマンスにより前半終了と同時に、 交代した。2月24日に行われた AC ミランとのミラノダービーでは遺跡後初得点となる同点ゴールを決め、お名を返上した。しかし、2013年5月にワルテル・マッツァーリ監督が就任すると構想外となり、2013から14、シーズン前半はサッスオーロ、後半はパルマにレンタルされた。2014年8月26日、 A.C. キエーボ・ベローナへの1年間の買取オプション付きレンタル移籍が発表された。2015年8月31日、インテルとの契約を解消。2015年11月20日、スポルティング CP との契約が発表された。2017年8月31日、ブライトンホーブ・アルビオン FCA3 年契約で移籍。 2019年1月28日、AC キエーボ・ベローナへ、シーズン終了までのレンタル移籍。2021年2月4日、ラシンクラブに2年半の契約で移籍した。アルゼンチン生まれであるが、祖祖父がイタリア出身であったため、イタリア国籍を取得。2009年に、ピエル・ルイジ・カジラギ監督によって、イタリア U-21 代表に初招集され、 2011年の UEFAU-21 欧州選手権では予選及び本大会を通じて主力としてプレーした。2012年8月15日、イングランドとの親善試合にて A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。